モル,モルダビア、モルダビア、モルダビア、もしくはモルドバ、モルドバ、モルダウは、東ヨーロッパの一角を占める地域の名称である。ルーマニアの東北部、すなわち、カルパティア山脈の東、プルート川の西で両者に挟まれた地域にあたり、時には、ルーマニア領を超えてプルート川の東にある、ドニエプル川を、西源とする、ベスタラビ地方を含めた、さらに広い地域を指す。 中世に建国されて元ルーマニア領モルダビアとベッサラビアを支配したルーマニア人の国家であるモルダビア公国の領有した地域であり21世紀においてはルーマニア領、モルドバ共和国領、ウクライナ領の3カ国に分割されている。モルドバ、モルドバ共和国の国名となっている。モルドバとはモルダビアのルーマニア語、モルドバ語における故障である。 モルドバ共和国がソビエト連邦以下ソ連の構成共和国であった時代はロシア語に基づくモルダビアソビエト社会主義共和国を正式国名としていたスラブ人ハンガリー人カタール人など様々な民族の支配を経てルーマニア人がこの地域にモルダビア公国ラ・ド・ロを成立したのは14世紀の中頃であった一般には ルーマニア人の大ボエボド・ボグダンがハンガリー軍を破った1359年がモルダビア公国の建国年と考えられている。歴代のモルダビア公は有力な貴族の間の抗争に悩まされながらも15世紀の間に勢力を拡大し北上してきたオスマン帝国の勢力と戦ったが16世紀初頭にその創始権を認めてオスマン帝国の重国になった。 オスマン帝国の支配下で、モルダビア公国は自治を認められ、大貴族によって占拠された公が、オスマン政府の公認のもとで統治を行い、ルーマニア人貴族の勢力は残された。18世紀に入ると、オスマン帝国と先端を開く実力を蓄えた、ロシア帝国は、同じ正教徒の国であるモルダビアに対して、正教徒の保護を名目に領有権を主張し始め、 ピョートル一世は1711年にオスマン帝国に宣戦線布告して、モルダビアを一時占領した。この時オスマン帝国は大北方戦争に参戦していた。この時、モルダビア公、ディミトリエ・カンテミールがロシアに抵抗せず降伏した。ことに脅威を感じたオスマン帝国は1711年、プルート川においてロシア軍を撃退し、プルート川の戦い、モルダビアを奪い返した。 プルト条約。これ以降、モルダビア港をオスマン中央政府に仕えるギリシャ人官僚、ファナリオティスから選んで任命するようになり、1822年までファナリオティス支配が続く。その後も続くオスマン帝国の衰退の結果、モルダビア港国北部のブコビナ地方はオーストリア帝国に北東部のベッサラビア地方は1812年ロシア、活上された。 ベッサラビアの貴族は、変典が多く、1918年に、モルダビア民主共和国として一度独立した後、当時の周辺共国の影響や脅威を免れる。意味合いも兼ね、ルーマニア王国と統合されたが1940年にソエト連邦に占領され、翌1941年にルーマニアによって回復された。1944年にはソ連に再占領され、ソ連の一部として、 モルダビアソビエット社会主義共和国となった。1980年代後半に起きたペレストロイカの影響からソ連の統制力が徐々に緩められていき、そこからソ連内の構成国家が独立して行ったことを機に、同国は1991年に独立を宣言してモルドバ共和国になる。1774年にロシアとオスマン帝国の 間で結ばれたキュチュクカイナルジャ条約の結果、モルダビアに対する創始国オスマン帝国の支配力は弱まり、ロシアが影響力を強めた。19世紀前半には実質的なロシアの保護下の下で、モルダビアは同じくロシア保護下に入ったルーマニア人の国はラキアと緊密な関係を結ぶこととなり、共通のルーマニア人民族意識を高めた両国は1859年に、 共同の公を選出して統合を果たしたルーマニア公国の成立。東、モルダビア、モルダビア民主共和国とルーマニアの統一は1920年のパリ条約によるものだが、ソ連はこれを承認しなかった。第二次世界大戦後、東モルダビアはソ連を構成する国家の一つの、モルダビアソビエット社会主義共和国となり、南部、ブジャクト、北部、北部コビナは、 ウクライナ領となった。1991年、モルダビアソビエト社会主義共和国は、独立を宣言した後にモルドバと解消した。トランシルバニアなどの影響を受けた、木造教会建築が有名。ルーマニア人、ハンガリー系住民、ジップシー、ユダヤ人など、ルーマニア側に468万1555人、モルドバ側に338万8000人が住む。 ウクライナ側の住民については信頼できる統計がないが2001年の人口調査では約153万9千人。人口は総計で約960万8600人となる。トランシルバニアなどから移住してきたドイツ植民者により作られた異なり村のワインは名産品としてよく知られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。